では開始していきましょう。野獣と美女対幕府の試合です。波動ファイト。さあ始まりました、野獣と美女対幕府の試合です。さあ今回の試合、幕府が2壁、先ほどと失礼いたしました、野獣と美女、レッドサイドの野獣と美女が2壁となっております。さあ先にシールドを展開してきたのはレッドサイド野獣と美女、ジェイミー選手、かなり早いタイミングで張っていますね。ジェイミー選手いつも、タンク役でやっています。シールドを張るのがかなり上手い選手です。さあどんどん張っている。やはりね、2壁ありますと、まあ、どんどん張れるんですけども、ちょっとなかなか他のチームでは見られない作戦ですね。先に1点を確実に取ってから張るチームが多いんですけども、張ってから取ってきましたね。さあここで3点取っている野獣と美女だが、しかしまだね、野獣と美女シールド残ってますからね。幕府どうにか取っていきたい。さあ M 杉選手が取ってきた。さあまだシールドある、どうなる。ここで3対3、幕府の方はシールドをこれで使い切りました。あの硬いシールド、幕府はいかに早く処理するかなんですが、しっかり斜めから抜いてる。逃げ切った、タイムアップ。3対4、幕府の勝利となりました。